ショップグッドベッカーの大村です。今回ご紹介するお車は平成19年式 K-WORKS 4WD 走行3万6000キロです。はい、まずは外装からのご説明です。まずですね、パッと目を引くですね、こちらですね、バンパー、フロントバンパーとですねリアバンパーがスズキスポーツのものに変わっておりますね。はい、そして、車高の方がですね、ダウンサスの方で落ちておりますので、ご覧の通りですね、程よい感じで車高が下がっておりますね。そしてまずフロントバンパーの状態からですね、まず、この下の方とかですね、薄い擦り傷とか、あと、飛び石傷などはございますがですね、あとこちらですね、こちらの角とこの下の角ですね、ここに、タッチペン跡がございますね。で、ボンネットですね、ボンネットの方も、小さな飛び石傷はございますが特に、目立つものではないですね。そして、右側面はそうですね、こちらも特に、目立つような傷などはないですね。まあ、小さな、傷とかがこの辺りにあるぐらいですかね。 あとここですね、ちょっと小さな薄いへこみを伴った傷がございますね。そしてリアバンパーはですね、こちらとですね、ここに薄い傷がございます。もう本当に、多分映らないぐらいなものですが、はい。そしてその他は特に目立つような傷はないですね。と、ここら辺に少し、割れの方がございますね。これももう本当に薄いものです。で、リアゲートですね、リアゲートの方はここら辺に少しちょっとクリアの段差っていうかですね、そういったのがありますね。そして左側面はですね、特にないですね。まあ、こういったところに薄い小さな傷はございますが特に目立つものはないですね。はい、そしてルーフの方もですね、多少の飛び石傷などはございますがこちらも目立つものではないです。はい、全体的にかなり、綺麗な外装となっております。以上外装のご説明でした。はい、続きまして内装のご説明です。まずですね、こちらですね、ブースト系がついておりますね。そしてシフトノブが変更されておりますね。で、ハンドルですね、ハンドルの方ですね、ちょっとこちらの方にですね、スレがございますね。シルバーの部分のみですね。はい、で、ダッシュボード関係は特に、目立つような傷などはないですね。そしてシートですね、こちらにですね、小さな、ほつれ、焦げ、まあ貫通はしてないんですがそういったものがございますね。そして、すれ、よれの方が多少ございます。ただまだご覧の通りですね、しっかりしておりますね。でもちろん純正の、高級の赤レカロですね。はい、そして後部座席はですね、まあ、こちらご覧の通りですね、特に触れる箇所ないですね。綺麗な状態です。はい、内装のご説明以上となります。はい、続きましてエンジンルームのご説明です。まずですね、車外部品としましてはこちらのエアクリーナーですね、こちらの方が変更されておりますね。それ以外は、基本ノーマルとなります。で、各部の、細かい状態ですね、まずオイル漏れの方ですね、そういったのは特にないですね。多少のにじみはございますが、大きな、漏れとかはないですね。でこちら右ヘッドライト裏からですね、ずっと見ていきます。特に目立つような錆ないですね。
まあ、下回りの時のご説明もありますが、本当にサビの少ないですね、かなり綺麗な車です。はい、エンジンルームのご説明以上となります。はい、最後に下回りのご説明です。まずですね、サスペンションですね。こちらあのショックは純正となりますが、ダウンサスが入っておりますね、RSR の TI2000 ですね。はい、そして、アーム関係ですね。こういったとこも目立つようなサビはございません。まあ、フロアも同様ですね。まあ、継ぎ目なんかにこういった薄い表面サビはございますがですね、特に目立つものではないです。そしてこちらの K ワークスですね、4駆となりますので、プロペラシャフトですね。そしてリアデフで、そのままリアの足回りですね。こちらもですね、ダウンサスですね、RSR の、TI2000 ですね。そして、フロアの方もですね、特に目立つようなサビはないですね。それと、J-WORKS の、マフラーが入っておりますね。はい、下回りのご説明以上となります。